オードナンス q f ニポンド砲は第二次世界大戦前にイギリスで巡航戦車マーク I の手法として開発された合計 40mm の戦車法。英国の伝統により口径ではなく砲弾の重量が名前になっている。その後多くの戦車や装甲車の手法として採用され、主に大戦前半のフランスや北アフリカで運用された。戦車砲型だけでなく、 対戦車砲型も作られ、不評の対戦車大隊で運用された。対戦車砲型は車輪を外して、姿勢を低くでき、360度旋回が可能な凝った砲がを持っている。本砲の牽引用として C8AT が発注されている。同時期の他国の 37mm 砲よりも若干、貫通力が高かったが、当初は用意されていた砲弾が鉄砲弾のみで、 走行目標相手の場合にしか威力を発揮できなかった。このため北アフリカ戦線では、榴弾を持たないために敵の対戦車砲に対して有効な反撃ができず、戦車隊は大きな損害を出してしまった。榴弾は1943年以降に前線へ配備されたが、後日のリトルジョンアダプターを装着した場合には使えない。また、当初、鉄鋼弾が ドイツ戦車の表面硬化処理装甲に命中した場合、砲弾の方が砕けてしまい貫通させることができない、などの問題が発生。この問題を解決すべく、アップクビシが開発された。より威力の大きい6ポンド砲に更新される、はずであったが、イギリス軍はフランスからの撤退際に、対戦車砲を含む重装備のすべてを放棄せざるを得なかった。ドイツ軍による、 本土上陸の可能性もあるという緊急事態において、新型を生産する余裕もなく、そのまま日本の方の生産と配備が継続された。西ヨーロッパでは、チュニジアの戦いから現れたティーガー中戦車や、イタリアの戦いから現れたパンター中戦車の前には、全く歯が立たないドアノッカーと化してしまった。一方、ビルマなど極東で相手とした日本陸軍の装甲が、 薄い戦車に対しては長期にわたって使用された。戦車の手法や対戦車砲が6ポンド砲や75ミリメートル砲、さらには17ポンド砲となった後も、双輪装甲車の武装として使用は継続された。リトルジョンアダプター第二次世界大戦後半には1個、装甲車小隊中1両の割合で、リトルジョンアダプターが方向に装着された。これは、 チェコスロバキアから亡命したヤナチェク技師が開発したものでドイツのゲルリッヒ砲と同じ原理でタングステンダンシンのアプス部が 40mm から 30mm に減後継されて発射された。高所属化による貫鉄力改善が期待できたが、方針寿命の短さなどの欠点もあり、また 2.8cmSPZB41 のように対応した榴弾は用意されなかった。第二次大戦後には FV601 サラディン装甲車用の武装として、薬莢のサイズを 4304mmR から 4438mmR に変更した 2PDRHV ピプスキックが試作され、初速秒速 1295m のアップズは射距離約1000ヤード及び、 弾着角60度の条件で 85mm という装甲間鉄力を有したが採用されなかった。ドイツでは路角砲を 4cm パック192と称しており沿岸陣地などに配置していた。対戦車砲。ありがとうございます。